今後のもさげです。今回は、海外版のバンドリのガチャを引いていこうかなと思います。で、今来てるガチャがオアミサシェサクラセズっていうのに来てるんで、今回はこちらの、英語で何が書いてるかわかんないやつを引いていこうかなと思います。これいつのガチャなんだろうね。わかんねえや、わかんねえや。とりあえず引いていきましょう。まあ星4が出れば OK かな。リミリンもいいんだけど、どっちかっていうと霞が欲しいんで、今回は霞狙いで行って、僕は行こうかなと思います。20連までできるんでね、まあ、いい感じの、おー、マジか、全然良くない。全然良くない。これはスキップタイプだな。まあ一応見ていこうか。どうなんだろうね。確率ってどうだっけ？そんな高くなかった気がする。久々にこういうね、あのバンドリのガチ聞いてるんで、どういう感じだったかっていうのあんま覚えてない。お、ひなちゃんじゃない？アダーピーポー、くびーみたいなの書いてあったね。ひな、ひかわ、ひな、はい。ありがとう。ありがとう、はい、ありがとう。大爆死ですね。はい、もう一回聞いていきましょう。いや、これで、ぜひ来てほしいですね。行きましょう。虹は欲しい。ロード長いよ。いいんじゃないかな。ロード長いほどいいって言うからね。ね？怒るよ、さすがに。はい。リミリン。これは、嫌な予感がする。ちょっと嫌な予感がするぞ、これ。あ、でも、モカが来たから OK かな。Don't worry about it って書いてある。どういうことなんだろう。そんなのも読めない。青葉モカ来ました。で、アリサで、ユキナ&、おっと、ハグミかな。やばい、風の音が。あ、これ初めて見た、このイラスト。すごい、リサね、かわいい。よし、いいぞ。ひまりちゃん来て、ラストじゃない。ちょ、虹来てほしい。虹じゃない、虹だ。あー、ダメか。一瞬ランに見えた。ビッグシスター、でかいシスター、またこれかよ。またこれか。あー、全然来ないね。まあドリフェスまでにね、運を貯めときましょうっていう感じかな、多分。日本版で期待しましょう。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。